皆さんこんにちは。今回は5周年になったばかりの時期なんですが、リセマラあたりについて、リセマラのやり方についてちょっと解説していこうかなって思います。現在リセマラのやり方は3通りあります。まず1つ目、スタートダッシュステップアップオーダーによるリセマラです。このスタートダッシュステップアップオーダーっていうのは、このゲームを始めてから72時間以内にしか引けないオーダーのことです。これでやるリセマラがスタンダードで、チュートリアルやって、確かここのアルゴの前あたりかな、ここら辺で確かメニューが開けるようになるんですよ。でそのメニューが開けるようになった時点で、この右下のショップっていうのがいけるんで、まあこの時点でオーダー引けるようになるんで、で最初アカウント連携すると実績達成報酬で200ジェムもらえるので、それで引くことができます。でそれでいいのが出なかったらリセットになるんですけど、ついでに無料オーダーも引けて、もうほぼ無料オーダーが恒例になってて、ほぼっていうかもう多分恒例だと思います。ずっと、これからずっと。だからそれも引いて、いいスキル出てないか確認してからリセットする。で、いいの出たらリセマラ終了っていう感じですね。で、次に紹介するやり方が、その無料オーダーでやるリセマラなんですけど、それマジで大変すぎるんで、まあこのスタートダッシュステップアップオーダーで、やる方がまだマシなんですよ、労力的に。だからこのスタートダッシュステップアップオーダーでやるリセマラも全然ありだと俺は思います。これでリセマラする人は、まあ、リセマラ当たりランキングっていう記事をね、前作ったんで、まあこれ見てね、何を狙うか決めて、でまあリセマラの効率的なやり方っていう記事も前に書いたんで、これらね、動画説明欄にリンク貼っておくんで、まあよかったらね、見ながらやってもらえればと思います。で次、無料オーダーでやるやり方なんですけど、そのやり方だと現環境最強クラスのスキルが狙える代わりに、提供割合が 0.008% って低すぎるんで、恐ろしいほど時間がかかります。このゲームって、こういうオーダーガチャのことなんですけど、期間限定のものしか今のところないんですよ、この動画撮ってる時点だと。でこういうオーダーの排出キャラ一覧っていうところ行くと、だいたい上の4つあたり、まあ、例えばこの新登場星4スキルレコードとか書いてある、まあ、看板みたいなスキル4つあるんですけど、そういうのが4つあるときは、この提供割合のところの一番上の4つ、ピックアップ来てて、ちょっと確率が高くなってるんですけど、それより下ですね、こういうやつ。こういうやつ、だいたいその確率一緒じゃないですか、0.014% みたいに書いてあるの。これだいたいいろんなオーダーでその共通して入ってる、まあ、常設スキルレコードみたいに呼ばれてるやつなんですけど、これと比較しても、これ 0.014% って書いてあるじゃないですか。もうこれで狙うのマジで厳しいらしくて、まあ、オーダー解説してる方とかね、言ってたんですけど、マジで宝くじ当てるくらい厳しいんじゃないかな、みたいな、言ってたんですが、その 0.014% よりも、低いんですよ、無料オーダー 0.008% なんで。しかも今やってる無料オーダー確定枠ないし、まあ確定枠ないとパワーライズ入ってなかったりするんですけど、そのパワーライズっていうのがめっちゃ強いスキルで、まあこれは確定枠がない代わりに、まあそのパワーライズっていう効果持ちのスキルがね、強いスキルが引けるんで、でほんとこの確率がマジで低いんで、何日もかかったって言ってる人が多いです。やった人は本当に狙うの厳しいんですけど、本当に最強を目指すんだったらこれでやるみたいな感じになってるんですけど、これはスタートダッシュステップアップオーダーのリセマラの時に、ついでにね、無料オーダーこれ引けるんで、リセットしてまた引いた時に、まあ、スタートダッシュステップアップオーダーと無料オーダーとどっちも引いて、まあいいの出てないか確認しながら、まあ、やるくらいっていう気持ちでもね、できるんで。でその最強クラスのスキル狙うのマジで厳しいんじゃないかって思うんですけど、まあ、少し労力がマシな方法を教えます。左上メニュー右下ショップ行くと、まあ、この期間限定のオーダー出てるんですけど、この期間限定のオーダーでやるリセマラですね。その方法が現環境最強クラスのスキルを狙う方法の中で一番労力がマシな方なんじゃないかなって思います。まあ、このゲーム最初にストーリーっていうのをやるんですけど、メニュークエスト受注クエストってやると、まあ、ここにね、次にやるメインクエストストーリーが出てくるんですけど、まあ、俺はもう出てるやつは全部クリアしてるんで、ここありませんって書いてあるんですが、まあ、最初ね、こういうね、第1層の
ストーリーメインクエストなんですけど、こういうのねクリアしていくとアルカナジェムっていうこういうガチャ石がねもらえるようになってて、でストーリー進めていくと自然とこういうガチャ石アルカナジウムが溜まっていくんで、それで引くっていう感じなんで、もうストーリー進めてからガチャを引くっていうリセマラなんで、遠回りなようだけど提供割合とか考えると無料オーダーよりはトータルで時間がかからない方だと思います。まあ、特にこの期間限定のオーダーって、まあ、星4確定枠とかあって、まあ、オーダーによってはね新星41枚確定とか、まあ、結構確率的に当たりやすそうな、まあ、オーダーとかもあるんで、ただこの方法はストーリーをある程度進めてからリセットを繰り返すんで、リセマラ終わる前にストーリー見るのが嫌っていう人はできない方法です。しかし無料オーダーでリセマラするよりはマシ。この方法は引くオーダーによって大変さがマシで変わります。一番楽だと思われるのがステップ5まであるオーダーで、このようにステップ5で新星4スキルレコード1枚確定ってなってるやつですね。で新登場星4が4枚くらいのやつ、3枚とか4枚とか2枚とかあるんですけど、そういうのがね一番狙いやすいかなって思います。まあ大体この新星4って4枚であることが多いんですけど、まあこれ3枚なんですが、まあこういうやつ、まあこれはアクセルっていう機能があるスキルが入ってるオーダーなんですけど、まあこういうのは例えばピックアップが3、4、5、6、7、8とかいっぱい入ってるのもあるんで、そういうのはちょっと狙いにくいんですけど、まあこれはアクセルなんでちょっとリセマラでは狙わないやつだと思うんで、まあこのオーダーはちょっとリセマラで狙いたいスキルがないんで、このオーダーで例えるのはちょっとあれなんですけど、今のところこの期間だとね、このステップ5で新星4のやつこれしかないんで、ちょっとこれで説明するんですけど、まあその4つのうちどれか出るっていう話なんですけど、このステップ5の確定枠、まあこれ4つだったら4つとも 25% になるんですけど、まあ3つだからねこれ 33.何%みたいになってるんですけど、だいたい4つだと4分の1の確率で引けるんですよ、ステップ5まで。ただその代わりこのステップ5まで引くのに11,250ジェムかかるんで、それが貯まるまでストーリーを進める必要があります。新星4スキル4つの中に自分が狙いたいスキルが入ってる場合はこの方法で一番やりやすいんじゃないかなって思います。ただちょっと注意したいことがあって、この方法をやる場合も、まあ、他のオーダーでやる場合も一応しっかりステップ5までこの確率がちゃんと狙える確率になってるかをしっかり確認した方がいいです。特にこのオーダーのイラスト、なんていうの、バナーっていうのかな、これバナー画像っていうのか、ここ押すとこれになるから、こういうねステップいくつでいくついくつ確定みたいなやつだけ見て引くと、あれなんか思ったのと違うぞみたいなことがたまにあるんで、まあ、他にはこのステップ3まであるんだけど新星4スキルが確定でなくて他の星4も出る可能性があるもの、あとは2500ジェムで1回引けるんだけど星4確定枠があって2500ジェムで星41枚確定で、これね確定枠のどれかからこれ星4が1枚出るみたいなオーダー、まあそういうものもあるんですけど、まあできればステップ5でまあ、4分の1の確率で引けるやつがね、この看板スキルのどれかにね、入ってたらですけど、まあ、入ってないことが多いんで、まあ、そういう場合は、こういう2500ジェムで、1枚確定で入ってるやつ狙うとか、まあ、でもこれは、入ってないんですけど、狙いたいやつが。まあ、もし入ってたらですね。あとはま、ステップ3まであるやつで、欲しいやつ入ってたらっていうところなんですけど、ちょっとこれから始める人はどのスキル引けばいいかわからないと思うんで、無料オーダーも含めて、まあこういうスキルがオーダーに入ってたら狙い目だよみたいなのをちょっと紹介していこうかと思います、一気にね。と言っても狙うものはシンプルです。覚醒のパワーライズ3というスキルを狙います。覚醒スキルっていうのはメニュー、アイテム、スキルレコードって進んだ時にここアイコンの左側に5っていう数字書いてあるじゃないですか。これアイコンのところに数字書いてあるやつが覚醒スキルってやつで、こういうねなんかマークがついてるんですけど、そういうマークがついてて、このパワーライズ3って書いてあるやつですね。攻撃力が800上昇って書いてあるやつ。これが狙い目です。ただちょっと注意したいのが、
例えば生属性以外のダメージが全部低下しちゃうデメリットとか、そのデメリットの範囲が広いやつ、それは多分始めたての人が狙うと結構使う場面があまりに限られてしまうんで、そういうのじゃないやつ。あ、これ霧雨さんっていう方が作った SOIF スキルレコードまとめっていうサイトなんですけど、これでね、まあこの検索のボックスの一番右のこれタグ検索ってやつなんですけど、これでね大括弧パワーライズ3って入れるとこうやってパワーライズ3のスキルが出てくるんで見てるんですけど、このサイト本当に便利でいつも使わせてもらってます。ありがとうございます。この動画でのね使用許可をいただいてるんで。でさっき言ったデメリット効果の範囲が広いものと、あとこういう同じセット内でアリスのスキルを3枚以上装備しとか発動条件が結構厳しいもの、まあ、そういうのを引くと、まあ、せっかくここまで手の込んだリセマラしてるんだから、まあ、もうちょっと強いの引いとけばよかったなみたいな、まあ、強いのっていうかもうちょっと使える範囲が広いの引いとけばよかったなってなるんで、まあ、ただこういうのが弱いって言ってるわけじゃないんですよ。こういうね生属性ダメージが上昇するから生属性使う場面とかで強いし、このアリス3枚っていうのはアリス3枚ちゃんと揃ってれば使える場面ですごく使えるんで、アリスのいいスキルが3枚ね、まあ、これ含めて3枚だからあと2枚なんですけど、ただリセマラってなると、まあ、なるべくいろんな場面で使えるのがいいのかなって思うんで、とりあえずこういうスキルが出たら狙い目だよみたいなのを言っていきます。まず1つ目、不沈の障壁ヒースクリフ、まあ、これは今後オーダーに入ってこないかもしれないんですけど、それくらい強いんですけど、まあでもこれが強いって俺言っちゃってるから、まあなんか何が何でも自分のスキル編成に組み込もうとする人もいるんですけど、まあそれはもうまたちょっと違うんですけど、あとちょっと一つ言いたいんですけど、このパワーライズ3っていうやつが強いからって、このパワーライズ3いっぱい持ってたら強いってわけじゃなくて、このゲームアビリティの効果ルールっていうのがあって、この大括弧の攻撃強化4ってやつを同じセット内に2枚とか3枚とか装備するとそのうちの一つしか発動しないようになってるんですよ。まあ、だからこのパワーライズ3複数つけるより、パワーライズ3とパワーライズ4とか、まあ、そういうのをつけていくと強い。で、これアビリティっていうスキルなんですけど、これはソードスキルみたいに攻撃打つスキルじゃなくて、まあ、なんか防御力とかがあったり、常に発動する効果とかがついたりする、防具の側に装備するスキルで、メニュー、ステータス、プレイヤー装備って進むと、一番左上ここ武器ってなってるんですけど、この下の防具っていうとこ押すと、まあ、ここ、アビリティって書いてあるじゃないですか。この防具の方に装備するのがアビリティ。で、攻撃に使うのがこのソードスキルなんですけど、そのアビリティがね、いろんな場面で使いやすいって話ですね。で、まあ、まずこの一つ目のやつは、多分強いからもうオーダーに入ってこないかもしんないんで、ちょっと飛ばします。で次、シビルタドラーゴシリカ、まあ、これもパワーライズで覚醒でスイッチで撃った時にダメージが 15% 上昇、あ、スイッチって敵に攻撃当たるたびにここスイッチって書いてあるゲージが溜まってって満タンになると、まあ、ボーナス攻撃みたいな感じで、まあ、上のね SP っていうのを消費してソードスキル打つんですけど、そういうのをね消費しないで撃てるようになるんですよ、1回だけこのスイッチっていうのを。まあ、パーティーとね連携してね打ったりすると威力が上がったりするんですけど、そのスイッチのダメージがちょっと上がるみたいな、覚醒してる時に、ね、でまあこれ風属性ダメージが低下するデメリットがあって、風属性使う場合はねちょっとダメージが低下しちゃうんで、まあでも本当に始めたばっかりでスキル持ってない場合はもう風属性使う場合も多分これ使わざるを得ないんじゃないかなって思うんですけど、まあいろいろ揃ってきたらねそういう場面に応じて使い分けた方が強いので、で、あとこのモアデバンってやつ、リズベット1枚以上で攻撃力 20% 上昇なんで、まあリズベットの強いスキルもあったらいいなくらいのスキルですね。続いて有名スキル、試し切り一戦キリトですね。これ生属性ダメージが上昇するんですけど、まあ結構生属性が上がるといい場面ってあって、ただ闇属性が上がるといい場面もあるんですけど、闇属性のダメージが低下する効果も、デメリット効果もあるんで、まああとはね、リーファー1枚以上装備時なんですけど、まあそれも結構ねいい場面があったりするんで、まあリーファのスキルね強いスキルあったらいい効果なんですけど、あとはこのね覚醒効果のスタックブーストっていうのもね、まあ始めたばっかの人はちょっとわかんないと思うんですけど、いずれ使うかもしんない効果ですね。てかなんか上級者はこういうの多分使いこなすんだろうなって思うんですけど、続いてこのクールジャグリングエギル、
これもさっきのね、不沈の障壁ヒースクリフと同じこのフレームコンバージョンっていう効果で、水属性ダメージが低下する代わりに火属性ダメージが上昇するんで、火属性強い人いいですね。あとはエギル2枚要求なんで、このスキル自体エギルだから、もう1枚エギルがあったらいいっていうやつ。あとキュートな狼娘アスナですね。これはかなり良くて、アリスを1枚も装備してない時に攻撃力が上昇するんで、まあアリスを入れないだけで発動するって考えると結構使いやすいんですよ。まあその代わりに火属性ダメージが低下するデメリットがあって、でこの水属性ダメージが上昇する効果ね、今すごくいいんですよ。カオス175ってやつ、まあ今多分このリセマラするために見る人がほとんどだと思うんで、何言ってるか多分分かんないと思うんですけど、まあとにかくこの水属性ダメージ上昇って結構いいんで。ただね、火属性もね、今使う場面が100層フロアボスが火属性弱点なんで、まあ100層フロアボスは始めたての人はさすがにやんないと思うんで、まあ全然いいんじゃないかなって思うんですけど、まあ覚醒効果がね、飛戦で攻撃力が上がるやつなんで、まあこれ結構スタンダードというか、なんか使いやすい感じはしますけど。次、この夜空に咲く青バラキリトですね。これはシノンを1枚装備すると攻撃力が上がるとか、まあ、他にもね、この魂の色っていう効果ね、このキャラのスキルつけるたびに効果がどんどん増えていくんですけど、これ俺いろんなところで最強最強言ってたから、このスキルが一番強いって思い込んでる人がいて、確かにこのスキルが一番強い場面もあるんですけど、まあ結局はこれ場面によるとしか言えなくて、このゲームはスキルの組み合わせのゲームなんで、それ1枚あれば強いっていうことはないし、テンプレの編成にしたら、まあ、一番強いっていう風にはならないしみたいな感じなんで、場面によってね、いろいろ使い分けて強いみたいな感じなんですけど、まあこの闇属性ダメージ上昇する効果もいいし、まあただね、生属性ダメージ低下っていうのがちょっとね厳しいかもしれないんですけど、まあそれでもこれあったらね十分当たりだと思うんで、まあそのあたりの覚醒のパワーライズ3があったら狙い目ですね。であともう一つパワーライズ4っていうのがあるんですよ。覚醒のパワーライズ4の方がもっと狙い目ですかね今は。まあちょっとデメリット効果が大きいんですけど、この防御力が 30% 低下しっていう、これ防御力が 30% 低下しっていうのが、今片手直拳が防御力が高いほど強いみたいなのがあって、まあ、片手直拳のモッドスキルって言われてるやつなんですけど、まあ、他のスキルを装着して強いみたいな感じなんですけど、まあ、それが防御力高いほど強くて、まあ、これ一緒に装備するとちょっと威力が上がんないみたいなところがあるから、片手直拳以外で強いんですけど、今片手直拳以外が一番強いんで、これがあるとすごくいいんですよ。まあ、さらにさっき言ったパワーライズ3もあったらそっちの方が強いんですけど、まあ、特にこのドロンと隠れミサチは最大 HP 上昇のバフ効果中3秒ごとに HP が 99% 減少っていうデメリット効果がむしろメリットとして使える場面もあるんで、これは特にいいスキルで、切れ味抜群勇気っていうのも、まあ、これはさすがにデメリット効果が本当にデメリットなんですけど、これも十分強いスキルで、まあ、ちょっと前にこれテイルズコラボで来たんですけど、こういうコラボで出たスキルはもう手に入らないんで、ちょっとこれは無視していいです、これから始める人は。あと血を呼ぶ声サーニャ、これはサーニャのスキルだから、まあ、オーダーに入ってくるかはわかんないんですけど、まあ、あったら狙うけど、あるのかもわかんないし、まあ、スタックブーストっていうのもちょっと、まあでもあったら強いかなくらいですね。これが木漏れ日の歌い手ユナってやつが、これ激面っていう回避率が 4% しか上昇しない覚醒効果なんで、今のところは覚醒効果がかなり微妙なんですけど、まああったら強いっていう感じですね。だからパワーライズ4はこのドロンと隠れミサチと切れ味抜群勇気があったら狙う感じですね。だからまとめると、オーダーにこの不沈の障壁ヒースクリフ、シビルタドラーゴシリカ、試し切り一戦キリト、クールジャグリングエギル、キュートな狼娘アスナ、夜空に咲く青バラキリト、ドロンと隠れみサチ、切れ味抜群勇気、これらのどれかがオーダーに入ってたら狙い目です。でそれって大変な方法のリセマラで引いていくんで、もうそれくらいのものを引かないんだったら、もうそれ以外のスキル狙うみたいな、少しでも妥協するくらいだったら
正直このスタートダッシュステップアップオーダーで引く方がいいんで、まあ紹介するのはパワーライズだけでいいかなと思って、ちょっとパワーライズのおすすめスキルだけ紹介しました。特にこういうパワーライズ4がオーダーになかなか収録されないんですよ、今のところ。だからパワーライズ3より狙うのマジで厳しいかもしれないんですけど、パワーライズ4があった方が強いです。で、あと以前やった最強スキル紹介で、こういう突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇するアビリティが強いとか、こういう打属性で攻撃時に攻撃力が800上昇するやつが強いとか言ったんですけど、この2つは突属性とか打属性に特化してるんで、リセマラではちょっとおすすめしづらいんですよね。で、例えば突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇っていうやつを引いたとしたら、その後に突属性以外の強いスキルばっかり当たるとか、で例えばこっちの方を引いたら打属性以外のばっか強いの当たるとか、でそういうことが全然起こりうるんですよ。っていうか特定の属性以外のばっかり強いの来るとか、もうほんとザラにあるし、これはちょっとリセマラではおすすめしにくいなって思いました。で、あとはこういう片手直剣のモッドスキルってやつが、今始めたての人が周回するのに結構いいんですけど、まあ、それをリセマラで引いた方がいいんじゃないかっていう人もいるんですけど、まあ、この片手直剣のモッドスキルが強いっていうのは、この常設イベントで総剣士の記憶ユージオっていうのが手に入って、それをこの片手直剣のモッドスキルってやつに装着すると強いんで、このまあこれ直剣モッドって呼んでるんで呼ぶんですけど、もうこれさえ持ってたらすぐ高い力が出せるんで、少ない必須スキルで高い力が出せるっていうのがすごくいいから、まあ始めたての人にすごくいいっていう話なんですけど、現状片手直剣以外の方が強いんですよ、パワーライズ4あればなんですけど。だからスキルが揃ってたら片手直剣以外のが強いっていう話で、だから、まあ、とりあえずはパワーライズあった方がいいじゃんみたいなのがあって、でもしこういうね片手直剣のモッドスキルをリセマラで当てた後にパワーライズ4が来ちゃったりとか、片手直剣以外で強いのばっか来ちゃったりとか、まあ、そういうので強いの急に揃ってしまったってなったら後悔すると思うんで、まあ、ただその片手直剣のモッドスキル、まあ、このスキルはテイルズコラボなんでもう来ないんですけど、まあ、期間限定のオーダーで、まあ、ちょっとねこういう発動条件が厳しめのやつとかも、まあ、来ることは来るんで、でまあリセマラでパワーライズ手に入れて、まあ、オーダーでこういう片手直剣のモッドスキル狙うのでもいいんじゃないかなって思います。まあ今無料オーダーとかね、始めてから1ヶ月くらい330連かな引けるんで、まあ、それで当たるっていうこともあるかもしれないんで。あとは今のところはですけど、現環境で一番強いのが弓と斧なんで、まあ、弓とか斧狙うのもいいんですけど、片手直剣以外だとこのモッドに装着するスキルもオーダーで狙わないといけないんで、それが当たらなかったら結構ね悲しいというか、まあ、中身がないスキルだからピーマンとか呼ぶこともあるんですけど、まあ、ピーマンの種がこのモッドに最初からついてる効果みたいなことを言う人もいて、まあ、そういうのもあってちょっとおすすめしづらいんですけど、まあ、こういうねスキルあってもパワーライズがなかったらちょっと弱いっていうのもあるんで、まあ、ただこのスタートダッシュステップアップオーダー以外のリセマラですね、無料オーダーでやるリセマラとか開催中のオーダーでやるリセマラとか、まあ、そういうのでやってってもうだんだん多分きつくなってくると思うんですけど、まあ、そういうのでたまたまこのスタートダッシュステップアップオーダーのリセマラ当たりみたいなスキルも出ることもあるかもしれないんですよね。で本当にきつくなってきた時に、あこんないいスキルが出た、あでもまたやんなきゃみたいになってくると思うんで、もう本当にきついって感じたら、まあ、これこういうね作詞のアクスアルゴとか、まあ、出た時に、まあ、ちょっと妥協で終了するっていうのも、まあ、本当にねメンタルに生きてるんだったらね、まあ、そういう風にしてもいいと思うし、まあ、アカウント連携しておいて、そういういいスキルが出たやつをねアカウント残しておいて、でまたリセマラ続けるってなると、まあ、最悪ずっといいのが出なくても、まあ、この残しておいたアカウントでやるかみたいな感じになってちょっと精神的に楽かもしれないんで、とりあえずアカウント連携して残しておくみたいなの
いいんじゃないかなって思います。まあ、このね作詞のアクサル号クリティカルがほぼ確定で出るみたいな状況にできるんですよ。まあある程度強くなったらほぼ確定にいつでもできるようになるんですけど、ボスにクリティカル耐性があったりするんですよ。今後出てくるボスとか、まあ50層より上の階層のボスとか結構クリティカル耐性があったりするんで、まあそういう場合これ使ってるだけだとクリティカル発生率足りなくてクリティカル出なかったりするんで、まあでもそれでもあった方がいいスキルだと思うんで、全然イベントとかでも使えるし、もういろんな場面で使えるんで、まあ、最後にこのアクセルスキルですね、5周年で出たんですけど、これ5周年で出たからなんか強そうみたいに思う人もいるかもしんないんですよ。始める前の人とか始めたばっかの人とか。でもこれ上級者向けのスキルなんで、ちょっと始めたばっかの人はリセマラでは狙わない方がいいと俺は思います。以上をまとめると、このスタートダッシュステップアップオーダーを引く以外の方法でリセマラをする場合は、覚醒のパワーライズ3パワーライズ4っていうのを、まあ、今回紹介したスキルあったら狙っていく感じ。でもそういうのはめちゃくちゃ大変なんで、ストーリー進めていったり無料オーダー引いたりマジで大変なんで、そこまで大変なの何日もかかるかもしんないみたいな大変なのが嫌だっていう人は、まあ、このスタートダッシュステップアップオーダーで、でこのリセマラあたりランキング書いたんで、まあ、これ見ながらねやったりしてっていう感じがいいんじゃないかなって思います。最後にこれ SAO の映画が開催されてる期間はこうやってね宣伝の看板とか、まあ、始まりの街にあったり、まあ、いろんなところにあったりしてるんで、このね暗き夕闇のスケルトね、見てない方はぜひね見てみてください。まあ、俺全然見てないんですけど、まあ、みんな面白いって言ってるんで、まあ、この動画撮ってる時期にやってるんでまあ結構後にこの動画見る人はちょっと関係なくなっちゃうかもしれないんですけど、この映画ねやってる間ねぜひね見てみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。